公園ができてて波の音が聞こえると思って思わず来たんですけれども、そしたらね、やっぱり楽器を出したくなる、吹きたくなる、そういう衝動に駆られて今楽器をおもむろに組み立てています。実は今日動画で話したかったことがあって、っていうのも、なんかこう私の自己紹介的なことを、私のことを知ってくれてる人が見てくれてる前提で撮っていて、自分のことをなんか自己紹介をしていないなっていうのに今さらながら気づいて、なんかどういう経緯で今みたいなにこう淡路島出身の私が東京にいて演奏活動をなんとかかんとかやってるっていうのをね、どういう経緯でそうなったかみたいな話をしてみてもいいかなと思ったんですよ。気持ちよさそう。あとでここ日が暮れる前にそんな話を今日はしようと思います。改めましてサックス奏者の堀江ゆつ子と言います。YouTube を始めて半年ぐらい経とうとしています。主にたわいもない話をこうやって外の公園などですることが多いんですけれども、今日も改めて自分自身についてちょっと話していこうかなと思います。メインはこのアルトサックスを吹く機会が多いです。他にもはソプラノサックスからバリトンサックスまで演奏の場に応じて変えたりしています。もともとは中学校に入学した時に吹奏楽部に入部し、初めて吹いた楽器がサックスで、音が鳴ったのでこの楽器をやらせてほしいと言って入部しました。そこからなんだかんだでずっと続けていることがサックスであり音楽だなって振り返るとそういう風な人生になっています。で、高校に進学して音楽の先生が吹奏楽部の顧問だったんですけれども、音大に興味はないのかっていうのをよく話してくれていて、とあることがきっかけですごく音楽の勉強をしたくなり音大進学を決めます。進学するにあたって両親と喧嘩を日々しながら、どうしても行きたくなってしまって両親が折れてくれたっていう感じなんですけど、ありがたいことに、行かせていただいて、大阪音楽大学のクラシックの専攻になります。こう見えて実はクラシックの勉強をしており、卒業後もクラシックの活動をしばらくしていました。大学中から室内楽だったりラジアンサンブルではバリトンサックスを演奏することが多くって、で卒業と同時に楽器を自分でローンをね組んで購入し、バリトンサックスをメインにクラシック
音楽の活動を始めます。で、卒業をしてからの活動を決めるのも割と急で、この辺またね、なんかお話しする機会があるかなと思いますが、ちょっと割愛して、どうにか演奏のね機会を増やしつつ、そういうバイトないかなって探してた時に、大阪は北新地にありますミュージックバーにバイトをさせてもらえることになり、そこでサックスを演奏し始めるんですけど、社会に出た時にサックスのクラシックがあるっていうことの認識があまりにもなくって、サックスを演奏してますっていうと、大体みんながお客様とかが、あ、ジャズあるのってお話ししてくださるんですけど、それまでジャズをほとんど知らないままサックスを吹いていたので、クラシックの説明をするのにもだんだん疲れてきて、これは一度このみんなの認識の中にあるジャズっていうのを聞いてみないと、全然勉強不足なんだなって、知識がないなって思って、そういう音楽を聴くようになりました。でジャズ科のお友達にいろいろ勧めてもらって、チャーリーパーカーだったり、まあ、もう それこそねジャズを最初に聴くならこの人たちみたいなの CD をたくさん勧められたんですけど、どうにもこうピンとくるものがなくって、そんな時に出会ったのがキャンディ・ダルファーに出会いました。これはかっこいいなと思って、ようやくなんかポピュラリティのあるフュージョンだったり、そういう音楽に興味を持ち始めるようになります。でやっぱりその働かせてもらってたお店でもジャズのスタンダードを演奏したりとか、みんなが知ってるような曲を、サックスのね有名な曲を演奏しなさいっていう風にね言われて、でなんか渡辺貞夫さんの曲とかを練習し始めたりするんですけど、どうしてもなんだろう、それっぽくならないというかっていう壁にぶち当たり、で周りの卒業後に知り合ったジャズ系のミュージシャンの人とのつながりができたりとか、いろんな音楽を聴く中でちゃんと習ってみたいなって思うようになったんですね。レッスンに通い始めました。で最初にそうだな、レッスンに行った時にいろいろ奏法について指摘されることがたくさんあって、クラシック音楽とジャズ、ポピュラリティのある曲を演奏する時のなんか違いみたいなのをそこでようやく学ぶんですけど、それをやっぱり、ね、修正してるうちに、クラシック音楽のこう活動をしてたんですけど、そのメンバーとなんかこうタイム感だったり発音のタイミングとかがだんだん合わなくなってきちゃって、これはこのままだとどちらも中途半端になってしまうんじゃないかなっていうことを思い始めて、25歳ぐらいの時にもうクラシックの関係の団体だったりお仕事っていうのを全部やめるっていう決断をして、そこからセッションに行ったり自分でライブ活動を始めたりして今に至るという感じなんです。今日はすごく話が長くなってきちゃったので、まずはサックスのクラシックをやっていたよっていうのを改めて紹介したかったのと、その転校してちょっと本腰を入れてポピュラリティのあるものを演奏したいなって思ったところまでお話ししてみました。またね、今月はそうやってちょっとサックスのお話についていろいろしたいなって思ってます。あー、波の音久しぶりに聞いたんですけど、めちゃくちゃいいね、やっぱり。落ち着くね。
い。また撮ります。バイバイ。見てくださってありがとうございます。